はい。ゆったり犬です。よろしくお願いいたします。本日はですね、えっ、ー、と、QR コード決算についてちょっとお話をしてみたいと思います。さて、えー、私も最近 QR コード決算ほとんど使ったり、えー、と現金を使う機会がだいぶ減りました。まあ、小銭を使う機会も減り、えー、お札を触る機会が本当に減ったなというのが最近感じております。まあ、銀行口座と連動させたり、クレジットカードと連動させたりとさせており、まあ、 ほぼお金を動かさなくてもいい生活が通じられります。まあ、ポイントもつきますし、非常に便利な時代になったんではないかと思っております。まあ、苦手な方も多いようなので、ぜひともやっていただければとは思うんですが、ここでちょっと若干問題が生じたところがございます。それが、セブンイレブンが始めました、セブンペイでございます。まあ、当然のように、私も、えっ、ー、と、作成をしたわけですよ。 口座を作りました。まあ、うまくできて、うん、まあ、クレジットカードの方をつく、つなげようかなと思っていろいろ登録してたんですけど、まあ、その時やろうと思ったのが楽天カードと連動させようと思って動いてたわけですよ。そしたら、どうも楽天カード、やはり仲が悪いんでしょうね。うまくいきませんでした。まあ、それから後々どうしようかなと思って、えっ、ー、と、まあ、後々いろいろ調べたら、三井住友カードと連動ができそうな感じだったんで、ああ、そろそろやろうかなと思ってた矢先でございます。えー、セブンペイが、えー、 いろいろと問題が生じて、クレジットカードが勝手に使われたとかいう問題が生じておりました。まあ、セキュリティが甘いことって感じではないですか。いや、あのセブンイレブンがかかって感じはしますけど、まあ、バタバタ作ったんだろうなって感じですよね。おそらく軽減税率関係で、まあ、キャッシュレスにすると、まあ、還元がされるとかいういろいろあった。 思われますその関係上、セブンイレブン頑張って作ったんでしょうね、7月1日から始めるという、なんかセブンイレブンっぽい日にちから始めようとしてたんですが、結局、大変なことになって、今、動いてない状態でございます。まあ、入れてる金額に関してはできるようですけど、まあ、チャージができない。 まあ、できないわけですから、まあ、どうしようもない。私は実際のところ、え、まあ、クレジットコードの登録をする前で、えー、できなくなりましたんで、まあ、実際、口座は持ってるけど使えないという状態でございます。まあ、普通にセブンイレブン行って、今何で使ってるかっていうと、まあ、楽天のメルペイで方で、キャンペーンやってますんで、そっちを使ってます。メルペイと、あと、ラインペイと、 あとどこだったペイペイでしょうかね。まあその3つで、大体1000円ずつずいけるらしいんで、まあ20%キャッシュバックを活用してしております。まあよってまあ主張にセブンイレブンで買い物するからって言って別に不便はないかなっていうのが現状でございます。まあそれにしてもですね、セブンペイひどいなって感じですかね。あれだけ煽っといてわーいてうまくいってないって感じですね。まあそれとは別に頑張ったのがファミリーマートのファミペイでしょうか。 あの会社はやはり非常にうまくいってるのかなって感じはいたします。まあ実際チャージする方法が現金でしかできないって話になってますんで、まあレジ行って現金でチャージするわけでしょ。まあなんか非常に不思議ですよね。レジ行ってチャージして、橋払うときにファミペイでって話でしょ。なんか、だったら最初から現金でよくねって話になそうな気がしますが、まあここら辺はやはり一度チャージしてしまえば、えそれなりにそっちしか使えられるようがなくなるというのもありますし、まああとは、えっとキャンペーンが今続いてまして、えーと、 まあ、主、あの、チャージ方向にもよるんですが、まあ10、10%から15%のポイント還元されます。まあ、非常に便利でおりますんで、私も活用しております。ファミリーマートで買い物するときは、まずチャージしてから買い物するというのが続いております。まあ、日常生活上はあまりコミュニ使わないんですけど、最近はですね、いろいろと、 ポイントの還元とか、あと物が安く買えたいとかそういうのが続いておりますので、それでよく活用するようになっております。まあなんか最近すごく得したなという感じがしておりますので、非常に良かったんですが、やはりここで問題措置がセブンペイですね。これからどうなるのかなとは気になるところではございますが、おそらくまあ還元税率、えー、と消費税が増税されるときに、税率が変わりそうな感じになるとき還元されるであろうと思いますので、その点からもバタバタとまたやるんではないでしょうか。 まあ非常に気になる点ではありますが、まあセキュリティ他の会社大丈夫かって疑うのもあるかもしれませんが、おそらく他の会社はそれなりに頑張っておりますので大丈夫じゃないかなと思います。まあ非常に期待したいと思いますので、まあいろいろ問題あるいはセブンペイでございますが、頑張ってほしいなと思います。本日はですね、えっ、ー、とトラブルあり、セブンペイストップしちゃいましたけど頑張ってほしいなっていう話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。